これよりザ・ノースフェイス三浦アコン家具は2019トークショーを開演させていただきます本日司会進行を務めさせていただきます私三浦努と申しますどうぞよろしくお願いいたします今あの大変感動的な映像をご覧いただきましたが改めて本日のスペシャルゲストをご紹介いたします 三浦雄一郎さんは1970年のエベレストスキー大格好や七大陸最高峰からのスキー格好を成し遂げた後70歳75歳80歳でエベレスト登頂に成功されましたそして3回のエベレスト登頂をサポートした次男の豪太さんは親孝行息子として有名でございますがご自身もモーグルスキー日本代表として 二度のオリンピックに出場したアスリートでありますその一方で医学博士という顔も持ちその知性とユーモアから非常にユニークなスキー解説を行う大変有名な方でもございます今日はそのお二人から1月のアコンカグア遠征についていろいろとお話を伺いたいと思いますそれではご登場いただきましょう三浦雄一郎さんと豪太さんんとですどうぞ どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。<laughs> あの今あの素晴らしい映像を、えー、見させていただきまして、えー、まあ今回のアコンガグバーの様子が、えー、随分分かったのかなと思いますが、でまずですね、えー、これユ一郎先生にお伺いしたいんですが、えー、っと八十五歳で長友での、えー、スキー格好というのを、えー、計画されてたと思うんですが、えー、これは 登山許可の関係で断念せざるを得なくて、で次の目標を今回のアコンカグアにされたということですが、十、あ、四、のー、年前、1985年にも一度登られて、えー、スキーされてるということですので、まあ、今回、もう一度アコンカグアへ行こうということになったいきさつなど、ちょっとお話しいただけますか。えー、もともと80歳のベルスト、これ割って何をしようかな。 と思ってたんですけれども、えー、もう一回スキーに帰ってみようかと。えー、ということで 8,000m の、えー、ヒマラヤの中で超優というこれ8 2 0 1ー,ーと、えー、世界でこれ6番目に高いチベットの山ですこれが一旦ベルソン70歳で登る前に登ってみて。 閉ま,まったというのは頂上からすごいもう初心者用の斜面が1キロぐらい続いてそれからまあ20度30度45度段階崖絶壁なんですけれども、えー、エベレストをずっと見ながら、えー、エベレストの山頂ですねこれを見ながら滑れるわけです。今度こそススキキーーをを担いでに上がる、えースキーを と思って、えー、去年のお正月、えー、チベット登山協会今許可もらおうと思ったらなん、えー、だろうとか急遽75歳以上は登っちゃいけないという、えー、年齢制限、えー、かけられました。まああのそれじゃどうしようかと思ったのが。 セブンサミットという地球にアジア大陸とかヨーロッパアフリカ、えー、北米南米と、えー、大陸が7つあるこの一番高い山、えー、アジア大陸の最高峰がエベレストこれが一番なんです、えー、2番目これが南米のアンデス山脈、えー、この最高峰のアコンカンガ これセブンサミットの高さナンバー2、よし、一度、まあ、行って、スキーは滑ってました、えー、僕は53歳の年です、33年前、えー、登った、えー、このアコンカンガ、もう一回それじゃあ、長寿の代わりっていう言い方変ですけれども、アコンカグアコンガはすばらしいものです。えー、これやっぱり登って で,スキーで滑っって降りたたいいと、まあ、というこでで今回の計画になったわけで,すでその具体的な登山計画ということですが、えー、っとプラザンアルヘンティーナというベースキャンプに入られて、えー、ポーランド氷河を経由して山頂を踏んでそこを滑って降りるという当初の計画だったと思うんですがあの現地入られて随分その辺も変更があったと聞いてるんですけれども。 ちょっとそこら辺のの計画のお話も基本的にあのまず頂上へ登ろうということが目的でもあったそしてできたら頂上から降りてるポーランド氷河っていう、えー、ほとんど頂上直下からざっと目標高さで1000メーター45キロ続いてる大氷河があります。 これを好きで滑ろうという基本的な、えー、今回行ってみて計画立てました、えー、ところがゴータ含めて偵察隊これがポ、えー、ランド兵が取り付きまで行ったところこれはもう大変だと南米っていうのはちょうど今、えー、我々行った先月は、えー、真夏の日本でいうと4月 7月に相当するまあ太陽の光も強烈に強いけれどもこれが夜マイナス20度30度とこの温度差で雪がどうやかあのとんがった、えー、ペンテンテっていうあのニエベペンテンテって有名な、えー、南米独特のこの 氷の塔これが大きすぎて、なかなか通るのも大変だと、えー、一緒にいた倉岡さんも危なく足を降りそうだということを含めて、えー、このポーランド表はずっとまあこの数年来登った人もいないわけ、チームもないわけです。まあ、ロシア人のチーム これが1回登ったけどもその時も大変な目にあったとロシア人たちが言ってましたけどもやっぱり今回は無理をしないでいわゆるノーマルルートといいますか普通登山者たちが登るルート、うん、そっちへ、まあえー、行ってそ,そしてまあ、うん、キャンプコレラっていうとこがありますけれどもそこから一般ロートにありますが。 ということで、えー、急遽変更しました。まあそのキャンプコレラまでたどり着、これ標高六千メーターになりました。はい。でゴータさんのねあのーはい、遠征日誌がまあそれにを読むとですね今回のまあ登山のタクティクスの特徴っていうのは、はい、ヘリコプターと、はい、それから酸素を えー、なんていうのかな積極的に活用していこうという作戦だったのかなというふうふに思うんですが、はい、そこら辺のところちょっと詳しくご説明いただけますか、はいえー、と今、父の話があった通り、えー、ノーマルルートに行こうとでその変更をする上で、えー、僕が一番、えー、懸念したのはやはりあの宿泊数の多さなんですよね。えー、標高差大体3 0 0ルに区切ると山頂まで大体いい9日間かかる予定であると。 でこれは登山の,その長さとしても非常に多いしストレスも非常にかかるとでそこで提案があったのは現地のガイドからです、ね、ヘリコプターで5000メートル地点最初は5200メートル地点その後、ね、5500メートル地点にもそのランディングポイントがあるというような話を受けました。で えー、倉岡さん、えー、それをもとに登山計画を立てたんですけれども、えー、今回のうちの父は86歳という年齢で、まあ、登山をするときに、えー、一番その考えなきゃいけないのは、えー、体力の温存なんですよね。 まあこれはその一般的なその高齢者登山でも一般的な登山でもこれ言えることになるんですけれどもえいわゆるその標高高いところで酸素の希薄なところでえ体を慣らす高度環化という行動があるんですけれどもえこれはですね高いところに上がってでえまあ少ない酸素に苦しみながら でもまた下に降りてくるとこれが体が超回復をするということでこれが高度循環と呼ばれているものなんですけれどもえ若い人であったりもう本当にねバリバリの現役の登山家であればえ十分体力をえ残したまま高度循環をして登るとでえ今言った通り高度循環というのは常に体力との兼ね合いによって起きることなんですよね、え。ー 86歳の三浦雄一郎をじゃあ実際の登山にそこに当てはめた場合どうなのかと考えたときに、えー、登山、せっかくの,の、えー、6900メートルに行くのに、えー、十分な体力を残しておかなきゃいけないということで、えー、考えついたのが、まあ、このヘリコプターでのアプローチ、さらにそこから酸、えー、素を潤沢に使って、えー、山頂に至るという、ね、この計画です。 えー、この計画はです、ねえー、実はあの僕たちのタイだけじゃなくて、えー、結構です、ね、その一般的か一般化しつつある、えー、エベレストでもです、ねえー、しっかりと酸素を使うというのは、えー、もう当たり前の話ではあるんですけれども、えー、こういった7000メートルの標高でも、えー、一番今、多いのが、えー、突然死。 と呼ばれているもので、えー、地元のです、ね、ドクターたちが、まあ、そういったことを懸念してうちの父親にずっと、えー、来ているわけなんですよね。で えー、このようにですね、えー、うちの父はこうやって、えー、毎日、えー、これあリカルドっていう、ねえー、地元のドクターなんですけれども、えー、もうたい大概は、ね、1回か2回で済むんですけれどもなぜかしら、ね、毎日顔を見せに来るんですよねであの血圧を測ったり、えー、肺の調子を、ねえー、見てくれたり。 アルゼンチンの州立公園全体がうちの父親をどうやって登らせるかということに一丸となっていて、まあ、あの蓋を開けてみたらです、ね、みんな、ね、三浦雄一郎のファンなんですよ。行ったら行ったらです、ね、あのテントを出たらもう本当に、ね、アイドル並みに一緒に写真を撮ってくれとかあの握手をしてくれとか。 もう本当に、ね、あのテント周り1 0 0ルも誰かに会わずに握手をせずに、えー、歩けないぐらいだったんですよねで、それほど地元でも話題になっていてでその三浦雄一郎を上がらせる方法というのが、まあ、その方法がいいだろうと。 でえーまあ、やっぱり、ね、伝統的な考えを持っている人たちにとってはあの下から無酸素で上がるということがそれなんですけれども、えー、実際にですね倉岡さん、えー、アコンカグアイ20回登ってますで、その間に初期の段階でやっぱり、ね、伝統的な登り方をするんですけども、大概の人はねその後1ヶ月から3ヶ月仕事に戻れないんですよね、それは高所の影響で。 えー、それほどですね高所の影響それから体力っていうのがね その後の生活あるいは人生にまで影響を及ぼすのが高所登山なんですけれどもこういったことをね三浦雄一郎あるいはこれから登りたい人たちに対して新しい指標になるんじゃないかということでこの提案を受けてそして5 5 8 0ルの地点からキャンプコレラに行く今回は選択をしました。 えー、僕もですね本当にあのこの、えー、案があればこそと、えー、思って、えー、今回の,そのヘリコプターの使用、えー、に関して、えーもうねえー、本当にあ,のありがたく、えー、提案を受けてでさらに、まあ、こういった登山の仕方が今後の、えー、登りたい方に新たな選択技を与えることにもなるんじゃないかなと思います。はい はいいありがとうございますあの都ね日本で登山のに登場するヘリコプターって言いますと救助ヘリをすぐ思い浮かべると思うんですけれども実はエベレストを含めた、えー、セブンサミット世界のセブンサミットの登山のスタイルというのは、はいえー、こういう形でそのヘリコプターを積極活用していくあるいは、えー、酸素を潤沢に使っていくっていうような形になってきてるっていうのは。 あの私も今回のお遠征日誌をませていただいて目からうろこだったんですが、はいはい、この、えー、とリカルドドクターですかこの方はベースキャンプに常駐されているわけですよね。はいはい、そうですねで、えー、実はねお父さんばかりこういう健康を調べられていると思うんですけれども、えー、このキャンプには、えー、プラサ・アルヘンティーナだけでも1500人、えー、来ていてで、えー、反対のプラサ・デ・ムーラ では4000人から4500人来ているということで年間6000人近く、えー、合わせると、えー、来ているんですけれどもそっちでもちゃんとドクターチェックを受けてからの登山になって、えー、実はね、えー、その健康チェックに引っかかったのはお父さんだけじゃなくて僕も引っかかってちょっと血圧が高いよということで循環、えーまあ、しているうちに、ね、だんだんあの僕とお父さんも、ねえー、血圧は下がってはいったんですけれども、えー、本当に、ね、親身になって見てくれました。はい まあ、なんかこの安全管理体制とサポート体制の充実ぶりっていうのが、えー、本当に時代が変わってきてるんだなっていううのを感じますねそうですねそでで加えてですねあのもちろんですねあのこういったチェックアップはあるんですけど三浦隊にはあの頼もしい大城ドクターがいるので、えー、大城先生と、まあ、この現地のドクターとかもうちゃんと、ね、しっかり連絡を取り合って。えー、まあ ね、こういう形で登るんだったら大丈夫だろうということのお墨付きをもらいました。はいはいまあ、ということでお墨付きをいただいていよいよ、まあ、登山活動が始まるわけですけれども、えーまあ、当初、裕、えー、一郎先生は下の方でベースキャンプ周辺で高度順化をされていたそうですねあのベースキャンプのほぼ4 2 0 0ーですから、まあ、登ってせいぜい4 4 5 0 0 1>, まあ1時間ちょっと散歩しながらと、で特にですね、今回、党派の隊長の倉岡さん、僕は80歳のエベレスト、彼がリードしてくれたわけですけれども、彼のやり方、多分世界で一番中高年、高齢者、えー、エベレスト、あるいは長犬含めた。 えー、このアコンカンは中高年の一番、えー、いろんな、まあ、トラブル、まあ、特に高、まあ、山病になりやすい突然死の問題と、まあ、これが倉、えー、岡さんが一番多分世界中の都飯リーダーガイドの中で一番やはり経験してるしそれに基づいて今回も標高差300ずつ。 区切って普通はその倍かあるいは時に3倍ぐらいですということですけれどもこれだったらば標高差を 6,000m ーーで 300m ーーぐらいにしながら登れば次のキャンプには2時間から4時間ぐらいあればたどり着けるとそしてゆっくり酸素を吸って、えー、夜はぐっすり眠れる、えー、そしてまたと、えー、この。 パターンでってました特にまあ、えー、初日の、えー、5 5 0 0ーから6 0 0 0ーまでここは酸素を吸わせてもらった酸素っていうのは大体、えー、毎分2リッターまあ我々大体今吸ってる空気の中でほぼ毎分2リッター 程度は吸ってるわけですけれども、えー、これだけ吸いながら6000メ、えーター登ると気分的にはすごく、えー、楽で6000メ、えーター着いたときはえー、こんなに楽に6000メーターにつけた、えー、体力温存十分この上も同じようにいけるとまあ非常に自信を持ちました。はい、ということで非常に 調子よく体調もよく 6000m まで上がられたわけで、まあ、あのその間に先ほどお話のあったように偵察隊が見てきたポーランド評価が、えー、あまりにもひどいということでルートを変更されて、えー、そのプラザこれらに入ったまでは良かったのが、はいえー、強風のために停滞ということになっていったわけですよね。 僕も実際アコンカグアという山行くまで、えー、どんな山かわからなかったんですけれども、えーまあ、イメージとしては、まあ、今までずっとヒマラヤに行っていたのでああいうものかなと思ったらともかくですね風が強いんですよ。で、えー、ヒマラヤ山脈の場合、えー、東西に走る山脈なんですよね。うんアンデス山脈は南北に走って、えー、ちょうどですね大陸ととそれから海と この気温差とそれから湿度差が非常に生まれやすい気象条件が重なっていて海からの風が。 もうね、常に1 0ルから2 0ル降ってるんですよねで、えー、アンデス山脈ってこんなもう山脈がもう、えー、あれは、えー、ナツテカ、えー、大陸ごめんなナツテカプレートと、えー、それから、えー南,うん、南アメリカプレートが、うんうん、大陸がぶつかってできてアコーディオンみたいな。 形にぐにょぐにょなっていてそこに風が当たるともうアコーディオンの上にもう風が吹きつけるので三角、えー、波っていうものが生まれるんですよね。えー、これがですね強烈な風で、えー、ビエントブランコっていって、えー、白い雲という、えー、名の、えー、嵐を呼びます。でえー、ずっとです、ね、僕たたちがいた 20日間前後は常に山頂は20メートル以上の風が吹いているという予報だったんです。 なので、えー、やはりあの僕たちが一番懸念したのは山頂の,そのたどり着く日はやはりあの無風改正がいいなという前提で、えー、その当時はウェザーニュースを、えー、見ながらやっていましたただ、えーまあ、現代のどんなテクノロジーを使ったとしても、えー、4日後の気象予報って ななかなか難しいんですよねで、えー、1月18日がヘリコプターがランディングをした日で1月21日が山頂の登頂日だったんですけれども少しずつ予報傾向がずれてきて、えー、肝心のですね1月の、まあ、21日も風が強かったんですけれども20日前日のラ・えー、ラクエバという、ね、洞窟の中に泊まる、えー、その日がですね暴風警報が出て。 このままだったら山の高い位置でその風にもろ当たってしまうとアタックの直前にもしかしたらテントが吹き飛ぶような風に当たるかもしれないというそういう懸念からですね2日間コレラ キャンプ・デ・コレラっていうところなんですけれどもそこで滞在ちょうど今スライドが出てますねこの時点ですねもう標高6000メートルです。 えかなりですねえ高いところで,えエベレストで,でエベレストでいったらもうキャンプワンですねで6 0 0 0メートルってねなかなかね普通の人でも高度循環しにくいところでいにくいところですよねでコレラっていう名前がついてるじゃないですかでコレラってなんか現地の言葉とかスペイン語でもっといい意味があるかなと思ったらストレートでコレラでここに来たらもう,ねもう吐くぞと。 吐くほど気持ち悪くなるぞとずっと吐き気でもう大変な目に遭うという意味でこれら波のキャンプですよという名前がついているところです。嫌なところですね。その嫌なところに停滞になってしまったと,うとそうですね、はいうことでそれまで絶好調だった先生の体調が少し。いや僕は 校長そのまま保ってたつもりなんですよただの小さいテントで、まあ、真ん中にゴータが寝て大城先生もがは両端はなんですけどやっぱりもう夜中中もちろん明け方含めてテントのまあこれ飛ぶんじゃないかというぐらいドーンドーンと突風で、えー、押されるわけです。 で明け方たぶん5時近くなってふと気がついたらあのオンデマンドっていう自分でくっと吸いたい時に、えー、入っていく病院なんかで使ってますけれども、えー、あの酸素を使って睡眠やってたんですよところが気がついたら全部外れてあこれは大変だとまあそれもそんなに苦しくなかったもんですから面倒くそやからこのまま。 まあもう明け方近いし寝ようと思ったけど紅茶を叩き起こしてこの機械とか調子おかしいからとで見てもらう,うんすぐ治りましたけどまあそれからぐっすり寝てそしてまた食事をしたりまたテントの出入りっていうのはやっぱりまあかがんだりいちごしなってその時は酸素ほとんどなしで。 これがまあ苦しいわけですよその僕の苦しい息遣いを大城先生がずっと聞いてて「あこれは危ないと」と86歳の高齢者にはこれ以上このままここにいたらきっとまあ大城先生は僕の心臓を一番よく知って見てくれてるわけですけど、まあ、あの心臓ならいつ 泊まってもおかしくないとゴータに相談して今回はここで、えー、私はドクターストップをかけようとというのがまたさっきの映像の、えー、後半ありましたただその時僕は全然納得いかない俺は絶対登れる行けるというまあ変な自信っていいますかまあこれがあったんですけれども。 2、えー、人とも本当に、まあ、泣いて説得してくれるわけです、まあ、これほど、えー、の状況で説得されたら、まあ、やっぱり受けざるを得ないと、まあ、やはり大城先生を信頼して一緒に来ていただいて、まあ、本当に日中でも1時間おきぐらいに。 血圧上がったり脈取ったりまこんなこともしてくれてましたけどやっぱりこれ以上いったら無理だともっともっとヒばラでは苦しい思いを何回もしてますからえもう少し上まあ単純に言うとあと1日キャンプを上げてほしいと。 上へ上がれば上がるほど条件が悪くなると、まあ。ということからさっきの映像の状況になったわけです。はいということで今皆さんも映像でご覧いただきましたが必死で説得するゴンちゃんの姿ものすごい感動的だったと思うんですよ。あの 私も八十六歳になったときにうちの息子はやって止めてくれるかなって思っちゃいましたけど、まあそういう方多いんじゃないかなと思うんですが、どんなお気持ちだったんですかあの時のうちのね父は、えー、どんなことしても絶対に諦めないと思ったんですよね。これは困ったとまあ肩やもうあのね、えー、大城先生が、うん、ドクターストップだと。 でこれ以上は難しいとで、えー、まあその判断はその。 えー、僕からでは下せないものですよね、えー、僕からも分からないし、えー、本当に、ね、心臓内科で優秀で、で国際三学医で、山のことも、えー、うちの父親の健康のことも、ね、一番よく分かっているドクターであるとで、一番最初に呼び出されたのは、まあ、先ほどの、ね、激しい息遣いであるとで、こういった息遣いがずっと続,けら、えー、続いてしまうと、心肺停止に直接つながりかねないというような話で。 うん、そうですかとでじゃあどの程度までですかねって言ったらあどの程度も何ももうここで、えー、ドクターストップですという話で。 まあこれがですねえ例えば僕とお父さんだけの登山でたとえそのうちの父親の,その心臓の様子がどこの程度までなのかっていうのがまあ把握してたとしてもうちの父親とまあ相談の上で2人だけだったらですよでもう体だけじゃなく本当にプライベートで上がるんだったら 考えたかもしれないんですけれどもそれが僕ができないからこの対応を組織したんですよねそれは山での判断要はそのルートそれから気象状況を兼ねてのその判断は倉岡さんそしてうちの父親の健康チェックに関しては大城先生だとまあ本来僕は副隊長であるので。 えー、いろんなことはね普通の副隊長ってね一番忙しい役割だと思うんですけどもやることがですねだからお寿司を作ろうとか、えー、鍋を作ろうとかすんごい気楽な立場で、えー、これだったらおいしいだろうなっていうぐらいしか考えてなかったんですけどもう一つの仕事は何かっていったら、まあ、僕は緊急ボタン的な役割だなと、えー、2人の話を聞いてもし産学的に無理であったらそこでの判断あるいはうちの父親の、えー、健康的な問題であったら それが上が上ってきたら、まあそこで止めるとでそれがまあ三浦隊としての,そのリスクマネージメントなんですよね隊として行った時の判断というのは、えー、単純にその息子が父親のことを判断するのではなく客観性を持ってこれはいけるかいけないかいけないという判断が下った時に僕の市場をなるべく挟まないように判断を下すしかなかった たんですよね、えー、なのでまあ、ね、このまま例えば、えー、ドクターストップがかかりましたでもお父さんの意思を尊重して登りますと何かないかもしれないでもそのまま山頂にドクターストップがかかったまま頂上に立ったとしても。 なんだかその会社で言ったら赤字経営のままあの粉飾決済をして盗聴してえ結果何もなりませんでしたよとこれってねえとてもリスクの高いとこ,ことでありそのもし何かがあった時にタイ全体の人たちにえこれはえ問題が起きるとでそもそもこのタイを組織した意義がもうそこで失われてしまうということでえまあ 最初はリズメであはよくばこれで納得してくれるかなと思ったらもうお父さんね目つぶったまま「大丈夫だもうちょっと上がろう」って言うんですけどあ,あの押し問答はどのぐらい、はい、何分ぐらい,いたんですか僕ねた時間測ってなかったんだけどもああいうね時,間時ってすごく長く感じるよね。で別に、ね、タイマーはかってたわけけじゃないんだけれども まあ多分ね時間としてはね20分から30分だと思うんですけど僕、半日ぐらいあそこのテントの中にいたような気持ちになっていやもうこれはだめだなと思ってもうしょうがないとこれはねもうあの体当たりで行くしかないということでえまあねあの本当にビデオを見るの僕嫌なんですよね。自分のヒゲ面が 大の大人がもう、ね、もううね声震わせながらお父さんに話しかけるなんてもう何度も見たいシーンではないんですけれどもであのシーンをみんなに見せたくなかったから実はいくんっていうカメラマンにちょっとお願いだから今からちょっとねカメラ、ね、止めてくれるって言ったんですよ。ででもあの人真面目でね 止めたふりをしながらこうやって撮っててんです僕、ね、も,もうね回ってないなと思ってもう必死のもう捨て身覚悟で、えー、うちの父親の説得に当たるわけですけれどもまあやっぱりですね何、あのー、でしょうねうちの父親のその「行きたい」という気持ちは本当に痛いほど分かってで、えー、これこそがまあ三浦雄一郎の真骨頂だなと思って、えー、というのもですね あのうちの父親の,その,でしょうその冒険心とか挑戦心以前にえ何かに対して挑むというねえこのコアがすごい強いんですよで以前もシシャパンマという山でも痛いほどねあの同じような押し問答があってまあその時もねまあ納得はしてもらったことはあるんですけれども。 あのー、エベレストの2003年の時、はい、あの時もですね、えー、非常にね際どい山頂だったんですよねそれはそのジェット気流がねずっと降りてきて、えー、風速、まあ、20メートルから40メートルの風がずっと吹いて、えー、遠征はもうねあのアタックを始めたものの強風、えー、のために上がれないっていう、えー、のが、えー、キャンプ2で5日間あって、えー、サウスコールで。 また2日間メーートルルですよサウスコールそれから8,300に行っても風が収まらず2日間4日間8 0 0 0ル以上のところにいてベースキャンプを出てきてからもう9日経ってたんですよで僕なんかもその当時いた村口さんですねもうなんかもうへとへとになってで酸素の計算とかもうギリギリになってきてもうアタック明日できなかったらもうこれは終わりだと。 いうね、僕も村口さんも判断だったんですけどもうちの父親だけは村口君、一回もし明日ダだめだったとして6 4 0 0ルの地点まで降りてそこから酸素を回収してまた上がれる可能性ありますかねっていうような話をしてこの人、冗談だろうと。 80まあ、その時ね70だったんですけれども僕も村口さんも、まあ、僕なんか30代だったし村口さんも、ね、40代の、ね、バリバリの現役の登山家だったんですけれども村口さんがしばらく考えながらもいや、うん、多分ねお父さんを説得するためでしょうね一度降りてからでも先生どうにかなりますっていうことを言ってっていうのは何かって言ったらうちの父親は。 一歩下がったとしても二歩下がったとしてもまたね常にね頂上を見てる人だからと思ったんですよねなので、えー、まあ本当にねああいう形でしかうちの父親を説得することができないしまあもう少しね理論的にねやってでもう一つ思うのは。 まあ本当にねそれがね完全にね副隊長としての判断として正しかったかなというのもずっと僕の頭の中にあってえうちの父親の提案としてはそのままインディペンデンシアまで上がってもう1個の次のキャンプですよ、6300いたのが 6000m で 300m 標高を上げてそこで様子を見ようとえまあこういう提案もそのね余裕としては。 うん、うちの父親としてのリスペクトとして余裕としては用いてもよかったのかよくないのかでもそれもですねやはり高所滞在が長引けば長引くほどその心肺停止の、えー、可能性が高くなる、えー、倉岡さんにとってはそのレスキュー、えー、レスキュー過程は、えー、その標高がただ,ただ単純に上がるだけじゃなくてその標高に対して倍じゃないんですよね。事情 1メートル上がったら1メートル2メートル上がったら4倍にそれが難しくなるということで、えー、ここは、まあえー、ここで降りるのがまあ一番の、えー、安全で、えー、そして、えー、降りれる可能性が一番高いところであるということで、まあ、そこでの判断が隊、まあね、としての判断としてはまあ正しかったんじゃないかなと思います。はい、はいまあ、ということで。えー まあ、不本意ながらドクターストップを受け入れられ下山となるわけですけれども、まあ、そこであの先ほど映像にもありましたけれども豪太、あのー、さん含めアコンカブが登頂してないメンバーに行ってこいというおっしゃったわけですけれども、まあ、そこら辺がなんかこの三浦ファミリーの絆といいますか三浦隊の絆といいますかそういうのをすごく感じました。 まあ倉岡さんはもう20回近くね。登ってますけれども。ゴータと。それから平井です。それから。ケンロー君。この3人は。まあ、この2人はもう超一流の。世界のトップの。クライマーです。ピューレドールクライマー、ね。そうですね、はいで。登山の金メダルをね。二回も登って。のぼ。 この2人がまだ登ってないというならゴータ含めてぜひこの3人は本当は大城先生もう一緒と思ったんですけども、まあ、ゴータたちが僕はまあヘリコプターで、えー、コンドル、えー、コンドルノスというキャあのヘリポート、まあここから帰った後に夜中に登り始めて。 まあ2日かかるところ一1日でもう本当にラッシュでどん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 頂上まで近づいてたということでしたということで突然高齢者登山隊からエリート登山隊に変わったわけですよねで豪太さんはどうだったんですかその何かいろいろあったっていう伺ってますけどそうですねあのー。 まあ一言で言ったらあの三人についていくのは無謀でしたね。はい。いや本当ねあのー、倉岡さんに限ってはねその先月も登ってるわけです。そのね三、えー、週間前も山頂に立ってるわけですよね。他の二人もね初中7000メートル8000メートル登ってるね、えー、もさどもですよ。完全にコー循環されしてるわけですね。完全にコー循環もしてるし体力もあるし動けるし。 まあねでもね、僕もちょっと意地を見せなきゃいけないと思って一生懸命ついていって、えーまあ、まあ僕のペースで登っていってもなんとなくペースはどんどん速くなっていくわけですよね。そしたらもうね、えー、頂上がもう目の前に見たそこにあるんですけれども酸欠で無理だって言って <laughs> これはダメだめだと思ってなんで登ってんだろう、そういえばね、急にお父さんに登れって言われたから今、登ってんだろうなと思いながら。 まあね本来だったらうちのお父さんのねゆっくりとしたペースで上まで行ったらこんな苦労しないんだろうなと思ってでも本当にね酸欠になって倒れると足がもう動かないんですよねでちょっと歩こうとしてももう無理だって体が悲鳴を上げてまあしょうがないとえ倉岡さんがもうそこで酸素出してくれて。 情けないなと思ってもう本当だったらね無酸素で登れる山を酸素を使いながらまあ山頂に立ってだからあのさっきの映像を見てもねあのやったーって言ってもね手の上がり方がこれぐらいなんですよね浮かないんですよ、ち, <もう S 2> ちょっと中途半端な感じでこれぐらいなんですよ、こうじゃないんですよね。ううということでですねえ以前、僕あのエベレストでもね、えー まあ,あれはもっと、ねえーえーえーまあ、非常事態ですよね、あの時はもは排水種と脳浮腫というね、えー、今回は、ね、排水種と脳浮腫ではないの自分の分かったんですけれども本当にもう酸欠で倒れるというのはこういうことなんだなということが分かって、まあ、いい勉強になりましたでも、うんあのー、次からもう少し、まあ、あの人たちには先に行かせてもうゆっくり行こうと思います。はい <laughs> ペース配分が大事ということですね。ペース配分大事です。はい、はい、酸素も酸素のありがたみもよくわかりました。はい。で、なんかそういうモヤモヤした気持ちが下山途中で滑ったスキーでスッキリしたと。 このそうですねもう本当に全部の展開があの後から早すぎてお父さんを説得するもうせもう自分が降りるって説得したもんだからもうてっきり一緒に降りて一緒にもう下の下の面倒さで、うん、バーベキューでもやってワインでも飲む,飲むつもりが。 あお前は登ってこいって言われて次の日、酸欠になって登ってでもうこんな情けない思いして登ってつって降りてきてでせめてそのスキーでその日のうちに一応です、ね、インディペンデンシアまでスキー持ってったんですよ、ここからもう華麗に滑って降りたらもう平井でも中島もビビるだろうなと思ってスキーをちょっと持って上に上がったらこれは無理だと思って。<laughs> のこのことゆっくりと酸素を吸いながら下まで行って本当にね、何でしょう、うお父さんを下ろしたことの判断であったりその重圧であったりその後の1日で上がって酸欠で倒れて情けない思いをしたのがスキーをしたらパって全部、としましまたねさすがスキーヤーですね。決してねあのいい 条件じゃないんですよ、もう本当ね、ちびペニテンテスがたくさんあって、針の山でさっきの映像を見たと思うんですけど、ジャンプしないとターンできないんですよね、エッジをかませたら、ですねペニテンテスにエッジが丸ごと入って、そのままね、膝がね、おられるような感じなんですよ、だからめちゃくちゃね、その条件としては良くなくて、よく見て、見る,ると俺の口、への字なんですよね、一生懸命耐えてるんですよ、これも本当に一ターン一ターン えーまあ、ということだったんですけれども、なんでしょう、やっぱり、あのー、その、アイゼンピッケルを持って山を見るのと、スキー靴を履いて、スキーを履いて、えー、山を、えー、見るのじゃ、全然ね、自分としての景色が変わって、うん、これは、スキーだなと思いました。なるほどということで、えー、遠征の方は無事。 まあ、生還されたということなんですが、はい、ちょっと話は変わりまして、えー、三浦隊といえばやはり食事がおいしいというのが有名なんですが今回はヒマラヤとまた違ったアルゼンチンらしい、えー、お肉が多かったというふうに聞きましたが、まあ、食事はアルゼンチンも去年の冬好きに行ったチリ、はい、どうしてこれほどおいしいのかと。 いうぐらい肉、野菜、ワインと、まあ、これほど食べていいかというのを食べて、はい、いやもう本当、肉、肉、肉でしたね。なんかアルゼンチンは聞くところによると、牛肉消費量が世界一だというお話だったんですけど、レストランに入ると、一番最低が300グラム、次は500グラム、800グラムと、3種類。 3種類あるんですけど、まあ、ちょうど中間で言ってましたけど、はい、<laughs> それをたらふく食べながらの遠征とそうですね、まあ、焼き方が絶妙で美味しいんですよねあの本当と現地の岩塩しかばばばってかけないんですけれども肉の美味しさがギュッと詰まって外はカリカリで中はジューシーで美味しかった <laughs> <laughs> こ,のこの写真もベースキャンプですよね こんなこれはまだね、あのーうん、普通ですね、まだね、あのバーベキューの時はもうあは、さっきの映像でどんどんどんって出てきたのが、もうこんなでかいカルビが、ボン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 ってきて、今まで食べた肉の中で一番美味おいしかったかもしれないですね、あの肉は肉好きの三浦ファミリーが言ってるんで、間違いないと思いますね。は <laughs> はい、はい えー、そして今回の今、あの先ほどからいろんな方の遠征隊のメンバーの名前が出てきておりますがこれが日本から同行された皆さんかと思うんですがあの、えー、っとカメラマンの中島健郎さんは、えー、っと前回のエベレスト行かれてない方そうです、ね、と思いますが、はい、それ以外の、えー、っと抜田さん、倉岡さん、平井出さん そして大城先生は前回の「エベレスト」から同じメンバーということですがやはりこのお話を伺っててもタイの皆さんとの信頼関係っていうのが絆が非常に深いんだなっていうのがよく分かりましたが特に今回ある意味今回今遠征の主役ともいえる大城ドクター のとのお信頼関係っていうのがあの、まあ、どういうふうにこう作られてきたのかっていうのをちょっともし、えー、お話しいただけたら明日、明あさってやっぱり落合先生の心臓のチェック受けることになってます、まあ、そんな意味では日本にいても年に最低45回は、えー、心臓のチェックそれを運動負荷テスト 受けながらとということでやってます、えー、ただ今回の、えー「ドクターストップ」は大城先生の勇み足でなかったかと <laughs>、えー、僕は今でもまだ納得いってないて。それ言っちゃおしめよう。<laughs> <laughs> いやいやただ日本に帰って意外と好意的に取り上げられていや友達から電話って。 お未来よく生きて帰った大城先生のおかげだともうねそういう意味じゃ中高年の登山者遭難の多いっていうのが本当に無理のしすぎそしてその結果がやはり、えー、いろんな突然死だとか高山病だ、まあ、これは日本人が何か世界で一番多いんだそうですよ、うん。ということを含めたら、えー、僕は。 こういう格好でドクターストップでまだ余裕のあるうちにえ帰ってこれたというのはまあ僕は個人的にも良かったと思うのと同時にえ世の中高年高齢者の登山者はもう決して一つの線を越えちゃいけないとえ越える前にえ無事生きて帰ってきなさいと。 まあそういうい高齢者の、えー、遭難防止、えーまあ、命を失いないようにというための一つの、まあまあ、指針という言い方、おかしいけど、その継承という意味で捉えていただいて、あやっぱり、えー、無理しないで、えー、帰ってきてよかったと、まあ、そういうことを思っています。はい い勇み足と言えるのも無事生還したからということで、あのーまあ、そういったことが今回のあ今夏遠征からの大きな収穫だったのかなというふうに感じますがちょっと一言加えさせてもらえるんだったら、あのー、突然死の100%は主観と客観性の乖離によって起きると。要は 自分は大丈夫大丈丈夫夫でも客観的に見たらそれが大丈夫か大丈夫ではないかっていうのはなかなか判断つきにくいというのがその山岳のでの,その突然死につながると言われているので、えー、まあね常に客観視だけを、ねえー、気にしながら登ったら、まあ、なかなか登れなくはなると思うんですけれども少なくとも自分の健康は、えー、把握して えー、それを念頭にい、ね、入れながら、えー、山に登るというのがいいのではないかなと思いますなるほどあのちょっと耳の痛い冒険家を受賞されてる方も多いのかなと思いますがあの本当にいい勉強になったのかなと思いますで最後にですね、えー、会場の皆さんも一番気になってると思うんですけれども次の チャレンジ何かもうすでに計画されているようなことがあるようですそう,そうですね今回の欲求不満 <laughs>、えー、また行けたはず <laughs> ということ余裕がありすぎて普通山からまあ山っていうかね高い山から遠征の階日本に帰るとフラフラになってるこれが全然フラフラどころか毎日まあよく帰ってきたお祝いをうん無事に これが富山行ったりあちこち行くたびに飲みすぎ食べすぎということでついまた風邪も今ひいてしまったなんとかこれを直しながら今考えてるのはもともと今回赤穂館が行ったのも90歳でベストを登れるかどうかとそのテストにどこまで行けるのかと。 いうことを自分でやってみたわけです。ということで考えてみたら、六千メートル登りながら、これは九十歳でもエベレスト登れるんじゃないかと、まあそんな錯覚を持ちましたけれども、な、え、ん、ー、とかずうかっていきたいと思っています。九十歳でエベレスト出ました。<laughs> もうもちろんノースフェイスは全面サポート。 すると思いますんで、はい、あの皆さんも応援してください。えー、っとでスキーにまあ減点回帰したのかよくわかりませんが、あの、えー、目覚めたゴータさんははいどうなんですか、はい。そうですね。まあとりあえずはあの九十歳エベレストということで、えー、うちの父親がまず落ち込んでなくてよかったと、はいあの次の目標がすぐ見つかってよかったとまあこれがさすがだなと思って、えー、ただですね前回のその えー、反省点を述べるのでしたら80歳から今回の86歳のアコンカグアの間に特に大きな遠征というものを入れてなかったんですよね。で,、えー、できたら今度はエルブルースロシアの、えー、5 6 0 0ルに、まあ、あのスキーも含めて行ってみたいということと。 おあ、あのー、一昨年出なり登ったんですけれどもうんただ、これ登りに行ったので、えー、スキーをあまりしてなかったんです、まあ、スキーを使って登る山なのでただ、ここはなスキーの山だなと、うんあのー、本当にいい斜面がたくさんあってこれはこれで、えー、滑ったら楽しいんじゃないかなと。 えー、また仲間を募ってね、えー、行く機会があったらそういう機会を作ってみたいなと思ってます、えー、先週ですね、まあ、早速ですね、あのー、シーズンのど真ん中にアコンカグワに行って、えーまあね、スキーあんだけ20日間もいてスキーをしたのはわずか20分ぐらいだったんで、うん、もうだいぶスキーの欲求不満がたまってて、えー、先週 まあ、JF4 ってジャパンフリーライドオープンにも、ね、行って出てきたらめちゃくちゃやっぱり、ね、スキー楽しくてね、はい、なんか大盛り上がりだったらしいですしたね、はい、あのお大盛り上がりというのはですね豪太さんが突然登場したところでぜもう会場がわっと来てで突然巨大なクリフから、はい、あのフロントフリップってリップかまして大爆裂して <laughs> スキー両方外れてごろごろ転がってって <laughs> <の>。<laughs> 実はノースペースの人間も言ってたんですけれども会場の盛り上がり全部下がっ,っ,っていったという <laughs> あの報告を受けております。はいはい、ということで、えー、やっぱりあの改めてアコンカグアでなんか自分が分かったことは、えー、スキーヤーであるということが、まあ、よく分かったので、えー、スキーをしたいという思いで、えー、次のチャレンジは、えー、決めていきたいなと思っています。 はいありがとうございます、えー。本当はもっともっとたくさんお話を伺いたいんですが、えー、予定していたお時間をもう過ぎております。えー、ということでですね、あのー、大変興味深い勉強になるお話ばかりだったと思うんですがやはり、えー、冒険というのはですね、えー、常に前向きなあ気持ち精神とともにですねやはり えー、メンバーを信頼して、えー、無事生還することであるということを今回の、えー、三浦隊のあ今夏の遠征ではあの皆さんにご報告することができたのではないかなと、えー、思います、えー。どうも本当にありがとうございました。あり,したありがとうございます。